オットフィッシュ部ワンちゃんです。どうもどうもどうも。今回はですね、ちょっと車をテーマに動画を作ろうかなと思ってまして、フレックスさんがリリースしている106リノカに、僕は乗ってるんで、ちょっとそれの、ここの車をご紹介したいなと思ってます。リノカー106って何？リノベーションカーというのを略でリノカーって呼んでて、要はトヨタのランドクルーザーを、まあ、改造して新たに、フレックスさんがリリースしているっていう感じですね。中古車をベースに新しく作り変えるというのでリノベーションということなんだと思います。これからランクル欲しいなとか、ちょっと車何買おうかなって思っている方々、参考にしていただけたらなと思ってます。まず説明すると、客系の、ランドクルーザーがベースになってます。まあ、要はレトロな感じの車が乗りたい。でもエンジンだったら足回りだったりっていうのを距離下手ってきちゃったりするから、古い車やっぱ故障怖いですよね。どうでもできないというところで、新しい車に古いその外観だけを古い形にしようっていうところで売り出したのがフレックスさんということで、これもともとガンメタでした。でガンメタのやつに顔面移植して、でもともと革命のでっかいやつなんですよ。今多分写真この辺にこの100系の通常の写真が出てると思うんですけども、もう丸めです。丸め2頭の、フロントグリルからボンネットの形、あとバンパー周りをリノカさんがオリジナルで作ってるというような感じですね。で色はですね、これもうめっちゃ探しまして、実は、70年代に発売されたポルシェ911の色を使ってます。これはフレックスドリームさんの方にあった展示車の色なを雑誌で見て、どうしてもこれじゃないと嫌だと言ってこれにしました。いかしてるでしょ。なかなかちょっとこの色の車はないのかなと思います。まあ僕は簡単に人に説明するときに、ティファニーカラーだよなんてよく言ってるんですけども、ちょっと特殊な色かなと思います。であとですね、特筆すべき点だったらここですかね。リアにブルーフラッグつけてます。まあもちろんキャンプを使うのに、使用するっていうところで、ランドクルーザー自体が、まあ、いわゆる本格的なクロスカントリー用として作られた車なんです。でクロスカントリーって何っていう話になるんですけど、まあ、要は舗装されてない悪路だったりを走るように設計されてます。傾斜角度45度でも走っていきますぐらい悪路に強いフルタイム四駆ということで、パワーユニットも、まあ後で説明しますけども、かなり、大きいものになってますし、一つ難点でいうと馬体がまあでかいっていうことと、燃費があんまり良くないです。だいたいリッター5ぐらいですかね、656ぐらい、高速走ると8走るかなとかなっていう感じです。まあ、燃料はちょっと食ってしまうかなっていう感じなんですけども、まあ、ただ、世界に1台しかない、まあ、僕だけのオリジナルカーということで僕は気に入って乗っています。じゃあちょっと具体的にちょっと、僕の車の仕様を説明していきたいなと思います。先ほど言った通り、やっぱりこの面構えがたまらんそうなんですよ。やっぱ僕は、クラシックカーというか古い旧車が好きなんですけども、やっぱりどうしても超遠乗りとかするときね、キャンプ行ったりとかして、やっぱ故障が心配っていうところで新しい、ユニットが入ってて、外見が古いっていうのはレトロな感じがいいかなというところで購入を決めました。で、まあ、まず足回りから説明すると、ホイールはですね、ディーンさんの、クロスカントリーの入れてます。タイヤは、BF グッドリッチでオールトレイン、を入れて、まあちょっとごつい感じですよね。やっぱ四駆はこういう感じ でこの白い感じ、ディーンさんのこのねオイルがですね、アメ車っぽい感じを出してるって、すごく僕はおしゃれかなと思ってます。で、まあこれいろいろなものが決められるんですよ、カスタムで。で、僕はこのサイドステップ、見えるかな、サイドステップですね、このサイドステップ、このサイドステップは、残してます。何を残して何を残さないかっていうのが決められるんですけども、パテ埋めできます。で、このサイドステップも外すことができます。サイドステップがない方が、まあ、より旧車っぽくは見えるかなと思います。もうこれも好みですね。やっぱ、ちょっといろんな人が乗るんで、これ車高が高いんでね、会った時に乗るより便利なんで、僕は残しました。と、あと上にマハラック、まあ後で詳しく説明しますけども、ルーフトップキャリアをつけてるんですが、ここの部分もパテ埋めで埋められるんですよ。でここ埋めちゃうとキャリアがつけられなくなっちゃうので、僕は残しました。もともとはこういうような純正のラックバーがついてたんで、まあ、これちょっともう写真、この辺にピヨって
出してくれたらいいかなと思います。これも後で詳しく説明していきます。まあもう後ろに来るともう最近の車かなっていう感じなんですけども、ポイントこの後ろのポイントとしては、まずまあランクルはですね、もうランクルといえばこの上下の観音開き、これですね。上下の観音開きっていうのが、これがまあまあランクルの踏襲しているスタイル、まあまあこれおしゃれだなという感じなんで、まあこういう感じでこう閉めることができると。で、もともとはこの部分ですね、この部分にもランドクルーザーっていう文字が入ってたんですけど、それ埋めてます。で、バンパーはこういうメッキ状のバンパーをつけてもらって、ここも後ろ周りは全部乾燥してると、変えてもらってるっていう感じですね。中にちょっと映りたいと思うんですけども、はい、じゃあドア開けてみます。まず運転席なんですけども、これは上から2番目のグレードなのかな。本革シートを採用していますので、高級感出てますと。僕はシートカバーはつけてません、そんなに下手ってないんでね。とあとはシートヒーターがついているのと、まあオートマは4速オートマで、もちろんこの辺にデフロック解除だったりとかっていう四駆周りのレーバーが一つついてると。カーステはですね、純正のものを外して新しいものをつけています。こういう感じで車内はかなりゆったりとして、ルーフがついてますね、ここに。よいしょっていう感じで、ここは開くようになっております。はい、じゃあ次後ろの座席に行ってみたいと思います。はい、後ろ部分ですね、ちょっといろいろ物が積んであったようなんですが、まあリアシート3人掛けと、真ん中の肘掛けがこんな感じで出てですね、まあ3人、まあ2人乗る方が、まあ、優雅かなとは思います。室内スペースとしては結構広めにかなと思いますし、リアにも、エアコンの設定ができるように、こういう風にここに、エアコンのいじれるようになってます。で、次にちょっとパワーユニットのご説明をしましょう。これ開けてみます。はい、というわけでちょっとあんまり綺麗じゃないんですけど、パワーユニットは 2UGEF、V8 の、4.7 リッターですね。25,000cc という道の V8、まあ、かなりトルクは強いです。なので悪路にも耐えられるという感じで、まあ、とにかく車が大きいですね。フロント周りかなりまあ綺麗かなとは思ってます。まあ、これがこの辺のこういうところと、あとボンネット周りが全部オリジナルでフレックスさんが作ってるというところで、中も全部しっかりですね塗装がされてまして、911彼らの70年代のカラーですね。ちょっとカラー番号忘れちゃいましたけど、概要欄にカラー番号分かったら載せておきますんで、よかったら調べてみてください。まあ、こういうようなパワーユニットになってます。とにかくランドクルーザー世界中で売られてまして、本格クロカンとして、クロカン用、クロスカントリー用の四駆として、まあちょっといい使われ方ではないんですけども、まあ、軍用車としても使われることがすごく多いのかなと思ってます。こんな感じですね。まあ本当改造したポイントは、もうまず顔面をそっくり移植したっていうことなのと、やっぱホイールの感じ、このホイールの感じでちょっとそのカルフォルニアを意識したというか、これにサーフボード上乗っけてたら可愛いよねみたいな感じでは考えてます。はい、というわけですね、まあ、車の後ろの部分に行きましたね。リアハッチの部分です。ここランドクルーザーの特徴として、一応年式にもよるんですけど、リアハッチ、これがまあ上下の観音開きになるっていうのがすごい特徴です。基本的には全体的に上に上がるパターンが今の車多いと思うんですけど、僕の車の特徴としては、このランクルをリノカにするときに1ナンバー登録にする方が多いんですよ。1ナンバー登録って何かっていうと、このこれがシートになってるんですけど、これ7人乗りなんですよ、というような感じでこう後部座席が現れます。この7人乗りの構造変更を行うと1ナンバーにできるんですよ。で、1ナンバーにすると貨物扱い、要はトラックとしての扱いになるんで、税金が安くなるんですよ。自動車税もそうですし、重量税とかその辺の税金回り、車に関する税金が安くなるんですけど、その分毎年の年一の車検になるんですよ。毎年毎年車検出すのめんどくさいんで、僕はそのまま3ナンバーのままにします。なのでこのシートは残してあります。
こちらの、真ん中のシートですね。2列目のシートも倒れるんで、もうキャンプ道具積むには正直十分です。まあ、あんまりこの2列目のシートも僕倒したことないです。なぜかというと、まあ、ルートップキャリアをうまく利用しているので、荷物としての積載はもう十分ですね。で、全体説明した時にも言ったんですけども、ここにサンドクルーザーって書いてあるんですけど、これ潰しました。これは、パテ埋めして、上から塗装をしてもらってる。で、ここは残しました。ここのテールランプは残しているので、まあ、いろんなことができます。僕はもう3ナンバーと、さっきも言った通り、リアシートを残しているんで、3ナンバー登録。ままなんで、普通の自動車と同じなので2年に1回という形の車検にしてます。まあ、どっちが得なのかっていうと多分わかんない。税金的には多分1ナンバー登録した方がいいんですけど、毎年車検はちょっと面倒くさいなっていうところで、やっぱ2年に1回でもいいかなとは思います。あ、で、これ、車高も実は上げたり下げたりできるんですよ。最近街で見かけるリノカーで、まあ、もちろんその80ベースっていうのもありますし100系ベースっていうのももちろんあるんですけど、最近街で見かけるのはやっぱ結構ピックアップしてる車高をねこう上げてる車が多いんですよ。で、まあ、確かにピックアップしてる方がアクロに対してはもう絶対強いんです。ただ、まあ、荷物積んだりするとやっぱ車高が高い分コーナーが結構運転しづらくなるっていうのもそうなんですけど、とにかく乗り降りがめんどくさいんですよ。なんで僕は車高はノーマルのままにしてます。なので上げてません。で、後から上げることも可能で、今後ですねここに今、キッチメンバーをこれから付けようかなと思ってて、キッチメンバーのフックポールを、まあ、今ちょっと車屋さんに打診しているところなんで、またキッチメンバーとポールが付いたらちょっとその引っ張ってる、ね、姿とかね、そういうのも映せたらいいかなとは思っています。はい、というわけで僕のね、愛車を、まあ、簡単にご紹介させていただきました。何かこれ今購入したいんだけど、購入検討してるんですけど、ここはどうですかとかいうのがあればコメント欄の方に、質問いただければそのご質問にはお答えします。例えばね、まあ、燃費のところとか絶対気になりますよね。重量税とかも高いんですよ。これ本当重さが、車重が 2.5 トンあるんでかなり重たいです。なんで車検が結構お金かかるんですよ。やっぱりあと税金とかもそうですねかかりますし、立体駐車場に入れられなかったりとか不便なことはあるんですけども、やっぱり見た目かっこいいよねっていう、僕は派手な色が好きだったんで、とにかくこのカリフォルニアのサーフボードを積んで似合うような仕様にしたかったんで、そういう感じにして乗ってます。これでね、今度キャンプに行った時のシーンなんか撮れたらなと思ってますんで、ワンチャンネル、これからもよろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら。